関東の戦いで印象が勝った F をどうしても考えきれない、妄想力が足りていないゆっくり霊夢です。炎症陣営にいる軍部官たちは基本的にみんな優秀なんですが、この人たちことごとく仲が悪いんですよね。曹操を倒した日にはもっとひどい仲間割れをしそうに思うんですよ。ギスギスした関係が嫌いなゆっくり悟りです。今回は三国志武将紹介。紹介するのは曹操軍の最古参で曹操からもかなり信頼された男、王室よ。曹操の代わりに漢王朝の皇帝である献帝を守った男としても有名ね。むむむ。曹操軍の古参の人物ですか。さて改めて紹介するのは王室。曹操の右腕として活躍し、彼が戦死したという報告を聞いた曹操が乱心してしまうほど信頼していた男。彼は一体どういった人物なんですか。王室は曹操が挙兵した時から付き従っていたと言われている男で、曹操が100万の黄巾族を討伐して演習を獲得した時に十字に任命されていた人物でもあるわ。そんなこんな曹操はようやく小規模ながら軍友として名乗りを上げると、ひとまず長安にいる皇帝、献帝に挨拶をする必要が、あると考えて王室を使者として長安に派遣したみたい。そこで王室は当時長安で権力を握っていた李覚や郭氏から妨害を受けるものの、まだ曹操に仕える前だった商鞅が李覚と郭氏を説得してくれたおかげで曹操はなんとか皇帝とコネを持つことができたみたい。曹操はまだ弱小勢力なので周りにいる強い勢力たちに頭をペコペコしています。次に王室が出てくるのは198年。曹操が呂布を破って彼を捕虜にした時、呂布はここでなんとか曹操を説得し生き残りたいと思い、曹操殿、少しお痩せになったようだな、と世間話を始めたの。これに曹操は、果て、なぜ君は昔の私のことを知っているのか、と尋ねるとこれに呂布は、昔、洛陽の恩師でお姿を見たことがあります、と答えた。これを聞くと曹操は、そうだったそうだった。私が痩せたのはきっと君を部下にできなかったストレスでだな、と答えたみたい。すると呂布は、その昔、姓の観光は自分を暗殺しに来た漢中を自分の配下にいたしました。曹操殿も古の英雄を真似て私を部下にするのは、いかがでしょうか、と命乞いを始めたの。呂布は天下無双の猛将。曹操が部下にできれば鬼に金棒です。そして呂布は自分を縛っている縄があまりにもきつかったので劉備に対し、劉備殿、君は曹操殿の賓客だろう、何か一言言って私の縄を緩めてほしいのだが、と言ったもののこれを聞いた曹操は、これはおかしなことを言う。どうしてそのことを私に言わず劉備殿に言うのだ、と大笑いしたの。まあそれはそれとして曹操は、内心では呂布を自分の部下にしたかったので呂布の縄を緩めるようにと指示を出したの。すると守護の王室は走って曹操の元に来て、呂布は獰猛な男です。しかも彼の軍勢は城の外におり、絶対にこれを緩めてはなりません、と懇願してきたの。すると曹操は呂布に、すまんな呂布。私は緩めてやりたいのだが、王室が許してくれないのだ。もうどうしようもないな、と言い、結局呂布は信用できないので処刑されたの。曹操はこの後に及んで裏切りモンスターの呂布を登用したい未練を残していましたが、王室がその未練を断ち切ったわけですか。それからしばらく時代が過ぎ、ある時曹操はこういう命令書を布告したの。いわく、領長李王室は私が旗揚げした時からついてきた男だ。真面目でよく仕事もやってくれて国家への強い忠誠心も持っている。まさしく国家の宝と言える存在だろう。まあなんやかんやあってしばらく彼のことを強要しておらず、私は遠い地から人材を求めていたがどうして目の前のこの瞬場を無視しようか。だから特別に彼をその能力に見合う役職に任命し、それはそれとして元の職である領長氏の仕事も彼に引き継がせよう、と。そして王室は曹操の代わりに兵を率いて行にいる義王曹操の代理として、皇帝のいる居都の守りを任されたのよ。特別にこういう命令書を布告してまで曹操は王室のことを用いたかったんですかね。まあ昔馴染みで勝って知ったる仲とも言えますし。そして218年正月、大礼吉本夜将府後期、
地直以降らは巨都で反乱を起こす事件を起こしたの。この反乱には王室と仲が良かった金にも参加しており、彼はその関係性を生かして巨都の守りのリーダーである王室を売って皇帝をこちらの手の内に収め、劉備側の味方につこうとしていた。これは当時、慶州にいる関羽がめっちゃ強かったのも影響しているわね。金衣らは1000人ほどの人と共に夜中に門を燃やし、王室側の人間をも裏切らせて彼らは王室の方を弓矢で射抜くことに成功したの。友人からも部下にも裏切られてるんですか王室は。まさに乱世って感じがします。王室は肩を貫かれながらもなんとか逃げ、夜中なので誰が謀反を起こしたのかすら王室は理解していなかったのでとりあえず仲がいい金衣の家に向かい王室は家の前で、金衣と叫んだ。すると金衣の家の人々はまさかその声が王室とは思わず反乱軍の味方だと思いつい王朝使を無事に撃ったのですか。我々の計画は成功したのですね。と大いに喜んでしまったの。ここで王室は金衣らこそ反乱軍だと気づき、颯爽と逃げて永泉天皇中郎将元凶らと合流して無事に反乱軍を討伐することに成功したみたい。まあ、王室はその十数日後に焼傷が原因で亡くなってしまったのだけれども、弓で肩を射抜かれるのってもう重傷ですもんね。普通なら安静にしなきゃいけないのに王室は反乱軍の討伐をしなきゃいけないので十分に休めなかったでしょうし、義王曹操は王室が亡くなったと知るともう怒り狂い、関王朝の百官を行に呼び出して反乱が起きた時に昇華に参加した者を左、昇華に参加しなかった者は右に行くように命令したの。この命令を聞いた百官たちは昇華したと答えれば罰せられないだろうと思い、全員が左に行ったんだけど、これに対して曹操は昇華しなかった者に実発味はない。昇華に加わった者らが実派族なのだ。とかいうとんでも理論を言って百官をことごとく処刑したみたい。まあ、この事件を好意的に捉えると曹操は誰が反乱軍の味方なのかいまいちわからなかったので、怪しきは全員罰する精神で全員を処刑したんじゃないのかなと思っているわ。王室が亡くなったせいでの乱心ってパターンもあるっちゃあるとは思うけど。まあ旗揚げ当初から付き合いのあるメンバーで、曹操が直々に巨都の守りを任せた男ですからね。王室は曹操の期待通りの活躍こそしてくれましたが、乱戦の中で命を落とした。曹操の非情さがよくわかるエピソードでもあります。さていかがでしたでしょうか。今回の人物のことは、もしよければチャンネル登録や高評価をお願いいたします。感想のコメントや紹介してほしい武将のコメントも大歓迎です。長きにわたって曹操のことを支えてきた人物でした。それじゃあ今回はここら辺で、まったねー。